彼の名前は立花二郎。岩手県二戸市の日本酒の蔵元、南部美人で広報として働いています。どうぞ召し上がってください。この南部美人は名前の通り華やかで、お米の味をしっかり感じられるお酒です。世界50カ国以上に出荷されてます。おいしい。僕もです。そう、出会いは突然やってくるのです。それからトントン拍子に話は進む。二人の距離は縮んでいきます。ここ美味しいんだよ。どうしたの？ごめん次郎、私はヴィーガンです。ヴィーガンって、あのヴィーガン？うん、動物はダメ。あなたの酒は大丈夫。気まずい雰囲気になった二人、そのまま別れの時が来てしまいました。ジロはフィーリングの人だね。すごくいいと思う。でもそれだけじゃダメ。どういうこと？ジロはまだ私のこと知らない。エマの気持ちを知りたいジロはヴィーガンについて調べ始めます。この辺でヴィーガン料理出してるお店ってある？あ、ヴィーガンってのは、うちで出してるよ。ヴィーガン、うちだけじゃないよ。他にもヴィーガン対応してるお店結構あるから行ってみなよ。ごゆっくりどうぞ。知ろうとしなかっただけ。国や文化の違いなんて案外それだけのことなのかもしれないと思った二郎であった。エマに会いたい二郎は電話をかけます。エマ？サリ二郎。実はエマは南部美人の仲介役として来日していました。南部美人を私の国でもっと広めたいの。南部美人はヴィーガン大丈夫ですごいお酒、もっといろいろな人に知ってほしい。国や人が違えば食も違う。でも相手のことを知るだけで世界はもっと広がるかもしれません。いきますよ。はい、チーズ。